はなんとアクション監督の柳井秀樹さんにアクションを教えてもらいに来ました。では登場していただきます。すごい覆面アクション監督の柳井です。うっそぴょー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どう楽しいか分かった。そうなると思います。すいません、ちょっと反応がみんな。で、今日はどんなアクションを教えていただけるんでしょうか。今日は手と足を使ったアクションをやろうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アクション久しぶりですよね。そうなんですよね。最近はちょっと刀をしてまして、はい、気合を入れてやっていこうと思います。お願いします。いろんなアクションあると思うんですけど、はい、グラウンド的な寝転がってやる技とかちょっとやろうかなと思います。じゃあ一回やってもらって、はい、一回じゃあ持ってるケイさんの声、はい、そしたら前さん右パンチ左パンチしてきてもらっていいですか。まっすぐここに、はい、弾いて弾きます。そしたら左手でこう組みかけます。で、完全に背中を僕の方に向けてほしいんですよ。この回転で。はい、こうなります。あんまり行き過ぎなくていいですよ。はい。それ、タッチの位置で。はい、こうなっていて、まあ、こっちの肩を押さえながら、もう首を絞めてみたいな感じなんですけど、ここで一回、膝切りをドーンと入れます。で、そこから、後ろにゴロンと転がって、寝っ転がります。ゴローン、はい、転がります。はい。で、その横に、こっちに転がってもらって、で、それを飛び越えて側転をします。で、起き上がります。あ、膝つかんでいいです。そしたら、2人同時に右の受け身でゴロンと転がります。右の受け身。はい。そういうことです。まあ、同じ距離感を詰めながら。はい。はい。ここまでとりあえず行きましょう。はい。ゆっくり弾いて、こっちの手で弾き、逆の感じ。弾いたらもう前に入るんです。あ、もう前に入る。後ろに入ると絶対飛ばないんで。1回弾いて2回目でも前に1、2でもここまで伸ばします。その時に、マイさんもマイさんこういう感じに軽く持ってこられます、はい、なるべく密着してる方ですね。密着しないと膝切りにならないので、うん、1回僕こっちやります。あ、はい、なあなあ、自分結構こう持ってくるんです。ここで自分こういうふうに、あ、ってことはもう一回トーン、トーン、そう、そう、じゃあそんな、引っ張りながら、これは転がります。で、飛び越えながら側転します。で、受け身します。はい、って感じです。まだこれ前半戦ですからね。いやー、すごい。まっすぐ疲れるんですね。でもこれ弾かれるから、こう、それた、はい、こっちから、グーンっていう、弾かれたらっていうの自分で表現できると思ったりとか、はい、大振りになりやすいですね、顔を狙うと。そうすると弾きにくいんで、まっすぐ真ん中の球をつけにいく。終了です。はい、そしたらですね、お互いこの位置からですね、半歩止めながら右の回し蹴りをここに打ち合います。多分左足を前に回し蹴りながら、ここに合わせるのを残して足を下ろします。今こう体が後ろにいるじゃないですか、はい、これって絶対攻撃力ゼロなんです。もうちょっとこう前に前のめりこうか、はい、こう落とされたら、はい、頭低くしてください。こっから左の大振りで欲しいです。はい、こう避けました。で、ゴローンって蹴られて、頭こっちのまま横に転がりますか。はい、はい、で、さらにまたこうドーン、陣内です。受け身はちょっとこれから欲しいでしょうか。はい、で、前に下ろしてそちらのこっちの頭低くします。はい、よけたら一回僕こっち側やります。はいはい、
ちょっとゆっくり行きましょう。この学校、たぶん距離が、はい、続いているんですよ、はい、で、この学校の時に膝つきまで、膝立ちまで、はい、お互いストップ。この動きって実はすごい難しくて、アクションするときにずっと相手と目が合いながらやってると、例えばどっかでタイミングずれたときとかも、今タイミングずれたよね、どっかで合わせるねみたいなコミュニケーション取れるじゃないですか、はい、アイコンタクト何回か相手と目が離れる、はい、確かに何回か転がったりしました。転がったり側転しないだとかって相手とやっぱ目がもう離れちゃうじゃないですか、はい、目そらした瞬間戻した、あれ今どこやってんだっけみたいな、こういう、はい、そこでコミュニケーションって一回途切れやすいんですけど、途切れた時にどうやってまたそのお互いの波長を合わせるかっていうのをやるためにわざと何回かこう目線が外れる動きを作ったんですよ、はいはい、それを鍛えてもらおう。そうだったんですね、はい、だいぶ目合ってなかったよね。そうだったんですね。全然合ってなかった、はい、いや、舞さんの、私的にはずっと舞さん見てて、そうか、すっごい帽子直してたりとか、そうなんですよ、ずっと帽子直してたりとか、帽子が気になるんだろうな、いつ行こう、あ、そうか、そうじゃん、もう多分見てなかったと思う、はい、私がゆりちゃんを見ようとしたら意識がなかったです、はい、だとしたら普段から相手を見て波長を合わす、はい、コミュニケーションを取るっていう練習をやっていけばいいんじゃないですか、はい、なるほど、はい、で、もし取れたで、はい、取れてもいいから続けるのが一番大丈夫はい、わかりました。そっか、そうですね、はい、取れたから NG じゃなくて、取れたことによってそっちに気が付く、持ってかれちゃったから NG っていうことの絶対あると思う、うん、はい、あ、もう一個今日教えてもらいましたね、はい、最小限のことに後から盛り付ける、はい、とりあえず与えられた振り付けっていうのは最小限のことだと思うんですけど、はい、最低限やらなきゃいけないこと、それをやった上でお芝居とかシチュエーションによる何かプラスアルファをどんどん乗っけていかなきゃいけない、最低限最小限のことができないんだったら余計なことは絶対できないんで、はい、まずそれを理解した上でちゃんとやる、うん、はい、丁寧にやるって、それが一番大事だと思います。すごい、そんな感じになります、はい、そうですね、勉強になりました、すいません、すごい、いや皆さんカメラマンがめっちゃうなずいております。本当に、もう本当に今日は勉強になりました。こちらこそ、はい、もうありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。はい、いやもうちょっと勘弁してください。なんでですか？なんでですか？もうちゃんともうちょっと修行して、すごく丁寧にいつも教えてくださってて本当にありがとうございます。はい、よろしくお願いします。またこれからも今日はありがとうございました。お願いします。ありがとうございました。ではカメラに向かってということで、今日はアクション監督の柳井秀樹さんにお越しいただきました。ありがとうございました。またね。